暴力的な、指導というものを、まあ、根絶するためにですね、現場で、そのなるほどこういうような指導をしなくちゃいけないんだなというようなことがですね十分その分かるような、なんて言うんでしょうか、指導指針と言いますかね、これはあの倫理上のことも含めてなんですが、そういうものをその作ってもらってそれを設定してもらわなくちゃいけないというような関係のことがまず一つですね。今後組織的にこういうところは変えた方がいいんじゃないかっていうようなですね組織上の改革の問題っていうのがあると思いますが、それがまあ第2点目、評価のシステムっていうことに関してですね、考えてもらわなくちゃいけないことっていうのがやっぱりあるんじゃないかっていう、そういうような項目が3つ目です。でそれからまああと4つ5つはですね、コンプライアンスの問題なんですが、でそれをまあどういうふうに、していくか、でそこら辺のところもやっぱり、改善していただかないといけないんじゃないかっていうようなことで、コンプライアンスの問題、あるいはですね、まあそのまあ、報道の方々に対するですね情報の、開示とかなんとかそういうようなことも含めてですね、リスクマネジメントの問題、これもですねちょっと考えてもらわなくていかんのだろうか。それからそのあと女性たちの問題なんですが、選手の問題なんですが、これはいろいろこのなんていうか微妙なところがありましてですね、何人とかっていうようなことはまあ申し上げられませんが、あるいは誰っていうことは申し上げられないんですけれども、数名についてですね、事情を聞きたい。こちらが聴取した人がですね、15名のうちであるとかそうじゃないとかっていうような明確なことは言えないと。ただしまあその聞く中でですね、まあその告発した人たちの思いっていうものも、我々は聞くことができたものというふうに考えている、そういうことですね。